ケープハイラックス、または、ロックハイラックスは、岩田抜きイ岩田抜きかハイラックス属の一種で、ハイラックス属唯一の原生種である。他のハイラックスと同様、短い耳と尻尾の様子が、モルモットに似ているが、別の目であり、原始的な特徴を持った夕日詰め動物である。南アフリカではダシー、スワヒリ語では、ピンビ、ペレレ、ウィバリと呼ばれる。ピンビ、ペレレは、今では、 ハイラックス全部を指す。ケープハイラックスには多くの足がある。ロックハイラックスはアフリカに住む足を指すことが多い。ヘブライ語では、あるいはロックシャファンと呼ばれるが、シャファンの語源は隠れるである。ケープハイラックスは一体の長い牙を持ち、摂取と大球子は際に似ている。前足は足裏を地につけており、後ろ足はほぼ、かかとをつけずに歩く。 足裏は長くて柔らかく、汗に似た分泌物が出ている。オスはメスよりもやや大きい。地面や低い木の草、葉を食べる。ケープハイラックスは生後2年か3年で妊娠し、6ヶ月から7ヶ月で出産する。新生児は十分生育しており、目も完全に開いており、毛も生え揃っている。生後2週間で硬い餌を食べられるようになり、10週間で 離乳する。生後16ヶ月で大人となり、3年で大人と同じ大きさになり、寿命は10年ほどである。ハイラックスは80匹ぐらいまでの群れを作る。群れはいくつかのグループに分かれており、1グループは1匹のオスが引き、数家族からなる。ハイラックスは、ほとんどの時間、数匹が群れて、あるいは1匹で日向ぼっこをしていることが多い。これは、ハイラックスの体温が、 周囲の気温の影響を受けやすい、つまり高温動物として未発達であるためとも言われている。ケープハイラックスの尿などからは、ヒラセウムという薬ができ、転換や経攣発作に効くとされる。ありがとうございます。